皆さんこんにちは。山中湖情報創造館統括責任者丸山です。新着図書から一冊だけ紹介、取り上げて紹介したい、と思っております。新着図書からこんにちはリブート。今日はですね、どんな本を取り上げるかというとですね、これがねなかなか面白いのがあってね、これ怪しい植物図鑑。怪しいですよ何が怪しいの。そもそもね、これがね、こういう児童書っていうのがおかしいよね。監修菅原久夫、絵白井匠、栗原隆さんで、どこから出てるんだこれは。ダイヤモンド社から出てますね。怪しい植物ですか。何が怪しいかっていうと、植物って地味とか、いやいやとんでもない怪しい植物ですか。動けないのではなく動かないのです。光合成ができるからね。食べられているのはわざとです。なるほど。植物を舐めてかかると最悪死にますよ。いろんな方が出てます。一つ一つの植物ですね、生活です。アンガンツリーはヤギまみれ、あのヤギのなる木とかね、紹介されてますね。まあ、いわゆるいろんな植物図鑑とかあるんですけど、これ読み物としてね、一つ一つの植物にあの物語が書かれています。むちゃくちゃ臭い植物とかね、美味しい植物とか、なんかそんなのありますね。これやばいな。霞草はうんこ臭い君のために積んできて、臭いすごい怪しい植物図鑑です。こんなのがあります。山中湖情報創造館ご来館いただければ、これただで無料で貸し出しが、利用者登録していただければ無料で貸し出しができますので、ぜひご利用ください。お待ちしてます。